たの。オイラの気のせいか。あのヒルチャール、これまで見てきたヒルチャールも魔物ではある。あ、この辺りってと見た以上放っておくこともできないし。よいしょ。難攻不落。この邪気まみれのやつら。おい、あっちを見ろ。人がたくさん集まってる。ああ、あの仮面のやつ見たか。はい、ショーと同じ仙人ってことか。言われてみればさっきのあいつのやり方。礼には及ばぬ。魔を退治し世を救うは仙人の本分。おっと、君たちは見慣れない顔だね。我が輩はてっきり信者の者。オイラはパイモン。同志であったか。ではわごほん、我が輩は達成革新天君、世を救うため下界に降りてきた。ここで会ったのも何か願い。お前、人の願いを買った。天君は神君よりも上。自分で自分を褒めるのは我が輩の心情に欠ける。精神天君様を見たか。これで父上の病もきっと。あんなものを見せられて疑うやつ。以前寝たきりの父上のために薬を頂戴したことがあってな。薬から漂う淡い霧が何より戦術っぽかったね。無評花がついてたってのもあるかもし。とにかく仙人の薬はすごいんだ。父上の命と比べたら精神天君様に捧げた骨董品なんて安いものだろ。精神天君様がいれば。私は商人なんだが、以前仕入れた商品が非常に高価なもの。精神天君様が呪符を使ったおかげか、道中ま依頼費は確かに高かったが、下船も簡単なことではない。お前たち他国の人からしたら理解しが。毎日が希望に満ち溢れて。あなたたちも婚約者が蒸発、精神天君様の戦法を試したんです。彼、そしたらなんだか彼が私のところに帰ってきた。ですので持参金をすべて精神天君様に捧げました。どうだった。信者だから多少。君も冗談が好きだな。万物は全てにおいてつながっており、心理効果とはコンパクト結末を結ぶ因縁。つまり彼らの願いはすでに実現に。さっぱりわからない。
そういうこと。そういえば。なんだい？言ってごらん。我が輩は世を渡り善行で世を救う。なるほど。では二人の願いを聞こうか。いいだろう。その願い叶えられなく、ただ少し。少し。先導は五星に従う。もし我が輩の意図がわからないのなら。どうしよう。何言ってるかさっぱりわからない。なるほど。仙人に。でもオイラたち、あまりお金になるもの。お前は神の目すらないし。オイラたちで美味しいものを作ってやるのはどうだ。美食の誘惑に。そうだ。じゃあ早速。この五宝泉州夜叉録で。ああ。あら太っ腹。感謝。あいつなんとかかんとか神殿くん。さっき五宝泉州夜叉録って本を買った。確か仙人に関する本だった気がするけど、なんで仙人が。おい、そうなのか。どこが怪しいんだ。もしかして。ふむ、どうやらあの本の内容を書く。こんにちは。ご、あら、そんな古い本。若い子が好きになるなんて珍しい。そこの本棚にあ。太古の昔、リーユエは正気に満ち、魔に溢れていた。敗北した魔人の残骸は怨嗟を撒き散らし、やがて妖魔となった。妖魔は疫病、怪異、そして変異を次々と起こした。やがて元王帝君は仙人の夜叉を召集し、魔を滅することにした。彼らは誤報のため摂生し、悪を滅することを元王に誓った。しかし長い決戦の中、誤章に囚われ魔人の憎悪に染まってしまう。恐怖に支配され発狂する者、同士討ちで死に至る者、精神が壊れ魔物となる者、最も強かった5人の先週夜叉のうち3人が悲惨な死を遂げ、一人が行方不明となった。幾千年の時を超え生き残ったのは高魔大聖ただ一人。そして彼の姿を覚えているのは、幸運閣に照らされる月明かりと敵歌集の笛吹きだけとなった。ある歴史書じゃあまり。お、夜叉は全部で5。ひょっとして
あの、でもどう考えてもあいつじゃ。本の中では魔人の怨嗟と千年争った夜叉たち、魔人の怨嗟に汚染された夜叉が考えもつかないような恐怖。リーユエを千年も守って三日。本に書いてあるのは魔人戦争時期に敗れた、ま、どれもヤバそうな災難だ。前に見た全身邪気まみれの日。おう、かな、あの邪気を帯びたヒルチャールの正体、それにあの天君と夜叉の関係、もう一回現場に戻って確認する必要があるな。実はオイラ、でも期待が大きいほど質。じゃあ買わないの？もう十分読んだでしょ。いざ、いざ。我が輩に従え、悪鬼退散。退散。は、早く退散を。ベルニア、ベルニア、ベルニア。しまった。近くに人もいるし。天理チョーク。そんな、禁忌滅却の札が効かない。ヒルチャールのまとってる邪気が。禁忌滅却の札、なんかどこかで聞。そうだ、それだ。仙人の目印、あれを使って。君たち何を言ってるんだ。もう一度チャンスをくれ。また邪気をまとったヒルチャールがそっちに行ったぞ。我が輩は体調が優れない。さっき。ちえ、やっぱり嘘つく。旅人、オイラたちで追いかけ。